足の疲れに関しては疲れたという感じが非常に残ります。なので今日の疲れを明日に持ち越さないためにも少しの時間でもいいので毎日ケアをしていただくことが大切です。ただ自分で足のケアをするのって結構大変なんですね。体もかがまないといけないですし、結構力が入らないのと、それから片一方やるともう片一方が疲れてしまってうまく左右バランスよくマッサージすることができません。ですから機械で両方一気にマッサージしてくれるっていうのはとてもいいものですね。お客様の中でもご自分で、全く疲れを感じていないという方もいらっしゃいますが、実際はやはり足に疲れが溜まっている方も多くいらっしゃいますので、疲れを感じてない方でも日常的に、足のマッサージだったりケアをして血流を良くしていただくことなどはとても大切になります。なので疲れを感じていない方も日常的にこうしたレッグリフレなどを使っていただくことがおすすめになります。